雪男の美女対談54回目になります。5月6日夜の10時です。さあ長くなりましたけど、この方久しぶりで、私結構好きなんですけどね、さっき楽屋で嫌いだって言われたんで帰ってもらおうかなと思ったんですけど、美代子さんです。久しぶりです。どうも。氷を入れるだけ、ウイスキーがお好きでしょ、井川遥です。よろしくお願いします。お化けかと思ったよ俺ラジオなんだよ。美女対談って聞いたんですよ。井川遥よりも俺は涌井さんのお前のモノマネの方が好きなの知ってるだろ。やだやだ、涌井、そっちの方が涌井由美です。似てるんだよ、あのひよっこの時のほら嫌だっていうの、はい、ほら嫌嫌みたいなあったじゃん。やだやだ、そうそうそう涌井さんの方が俺好きなんだよ。本当ですか。いやもう今一押しモノマネが、あ、モノマネ芸人をやっております。いやお前いつからモノマネ芸人だったんだよ。いやもう32、33歳ぐらいから切り替えました。コントやらないの。コントはもう諦めました。何切り替えました。モノマネの方にっていうか、はい、モノマネって、はい、声マネもそうだけど、やっぱり今顔を真似る人って多くなったよね。いや多いですね。私もやっぱ顔を頑張ってメイクで寄せてあのさ、一時すごく10年ぐらい前流行った方で、ほら、はい、女性でマスクして素人の人で、ああザワチンさんですかね。あの人は衝撃だったけどね。いやすごいですよね。似てるんだよね。そうでマスクして、あそこまでメイクでね、いや目元だけメイクですけど、それでもあんなに変われるってすごくない、すごいですよね。であれ多分なんかで風邪ひいた時とか、今と違うからあの時代マスクするので、はい、うん、した時に、あ、私誰かに似てると思ったんだろうね。そこから始めたんだろうね。あれなんすかね。だってあの子素人だったわけでしょ。だと思いますね最初は。多分最初はまあ誰でもそうだけど、うんうんうん、おいですごかったよね一時。いやすごいですね、うん、なかなか目の形を変えるの難しいですよ。お前それでマスクしたら口先女の子ができる。はいやいやいやでお前口でかいし、でそれあの営業とかでやってみれば。いやいや子供逃げますよ。もういやいや、だから年取った人とかだと、俺より上の人とか敬老会とかの営業行くだろその時にさ、はい、最後に出ました井川遥ですってやってマスクね吸って外すと、口先女のドカーンってくると思う、はい、ネタできたじゃん一個営業ネタ、ね、もらっときますね。お前さんは、はい、もう久しぶりで他の番組でここアシスタントやってもらってたけど、はい、今何じゃレパートリー多いのモノマネの。あ結構増えました。あ忘れてた、はい、どうしてこれ芸人になったのかっていうのが話なんだ。ずっと話しちゃって。そうですよ、もう10分しかないですから。3分、そうだそうだ、50分じゃねえんだ、はい、お前忘れてた俺。お前だから50分あると思って、はい、詩を読むラジオだと思って話しちゃったよで詩を読まないで、ね、長いんだろ、はい、あ長いです。1999年からなんで。おい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 、24年4年目ですか。四半世紀目だ。いくつ15くらいくらい。15の後半ぐらいから。中学生だった。いや高校1年生の、まあ、終わりぐらいですかね。で養成所行ったんだよな。養成所行ってないんですよ。最初の渡辺プロダクション渡辺エンターテインメントですか今、うん、の、ネタ見せに行って。だけどその後だから養成所っていうかそこに預かってもらったんだっけ。養成、あ、そうですね、あの仮所属で。あ預かりだろ。はい預かりで1年ぐらいやって。おでコンビトリオだったんだっけ。いやその時コンビですね。コンビでずっとやって。女の子も辞めちゃったの。辞めました。みんな結婚していきました。2組いたんだよね。コンビでやって、うんうん、また解散してトリオになって、うん、1人辞めてコンビになって1人になってっていう。みんな結婚しちゃったのみんな結婚しましたね。いる人といない人もいますけど。何でも結婚しなかった。私結その最初に組んだ相方が結果の子供ができたんですけど、うん、したらなんか私もボケられないって言われて振られたんですけど、すっごい面白かったんですよその相方が。なんか有名だよね。すっごい面白かったのに、うん、結婚した途端すごいつまんなくなったんですよ。で結婚って恐ろしいなって思って、その当時付き合ってた彼氏と別れました結婚ってこんなに人をつまんなくさせるんだってその時思ったんですよ。いや、わかんないです。今結婚しても面白い女芸人さんいっぱいいるから人それぞれなんですけど、正直な話、はい、その子的にはあれだったんだよ。その結婚して、はい、あの何かが変わったんだよ。そのこんなことやってる場合じゃないって子供もできて気づいたんですかね。気づいた、ね、人間って、うん、俺50超えてやっと分かってきたのがお笑いとか、はい、この芸人って自分さらけ出さないと才能ないやつって無理なんだよな。うん、で才能ある人ってやっぱり面白いのよ、はい、うんうんうん、で俺最近
雪男さんって結構面白いんですねってどこ行っても言われるんだよ。ちょっといいトークしますねとかびっくりするぐらいウケるんですねとか。今ですか。だけどやっとかっつって30年過ぎて、だけど、ま、俺もどっかでさらけ出してなかったんだな、もう死んじゃうかもしれない。なこの3年でコロナで人生観変わったね、はい、いつ死んじゃってももういいやってなると、はい、やっぱり好きなこと言うし、うんうん、自分の嘘なくなるじゃん中身が、うん、だからその女の子は嘘を作り始めたね、はい、女の子ってだからやめた。ああなるほど、はい、だから結婚してまず旦那さんができて子供ができるっていうのは本名の方で生きるわけじゃん、はい、本名が芸名でも、うん、でそっちを今度シフトしていったら面白いことなんかなくなるじゃん。人間の面白さって一番あるの、はい、さらけ出すことじゃん。いやすごい、だってそうでしょ、はい、だし、はい、見る人で島田紳助さんが昔言ってたのが、うん、丸いもんなんか誰が見たいんだと、うん、芸人とか役者とかって変形してるもんのどこまで変形してるかを見せるのが商売だろってやってたけど、確かにだってそうじゃん、丸いもんは日常で見れるんだから、会社行ったり学校行ったり、うんうんうん、この人おかしいだろうなっていうので出てきてさ、うん、見たいわけじゃんそういうの、うん、で異様にさこのね僕らでもお会いするけど俳優さんとか女優さんとかとびっきりオーラある人っていっぱいいるじゃん、売れてる人って。いやめちゃめちゃいますよね。しびれるような人いるじゃん、うん、男の人でも、うん、ああいうのってやっぱり生まれ持ったもんでないんだから、これだけやって売れてないってことは君にしても僕にしても、いやいや本当にそうですよ。でもやっぱ結局人間性というかね、そのマンパワーじゃん。マンパワーだよ。だからその女の子はやめた子、間違ってないんだよね、ボケなんないって。まあそうですね。だからまあやめられるならやめた方がいいなと思いますしね。そうそうそう、この世界、うん、だって早めに気がついてやめるのが正解なんだもん。いや本当そう思います。私だからあなたもだってダメでしょ、ダメな人間のパターンでしょ。そう、私でも一人で絶対やれないと思ってたんですよ、うん、そのコンビでやるときは割とその引っ込み思案な方だったんで、うん、いや解散したときにピンでやるっていう選択をした自分に一番びっくりしてます。特に30過ぎぐらいまで絶対俺も思ってたのが漫才やりたいとか一人は嫌だったけど、一人でこれだけ長くなるともう誰かとユニットでやるのはいい、うん、いいよ1回とか、はい、あなたとで2回とかその営業とか、うん、でテレビでこうやってくれ、もう嫌だね、一人がいい、わ、はい、かります。でだんだん私もそう、もうもう受けなきゃ受けないし堂々としてりゃいいんだろうとか、そうですね、その全て自分の責任っていうのが気持ちいいですよね。だからそう、うん、もうその女の子なんとなく今日お会いしてないけど分かるすごいすごい、もう達観してるじゃないですか。いやだって分かるよ、だって幸せって何が幸せかって54の大人が言うけど、うん、家庭持ってあったかい家庭があって、うん、ただいまって帰った時にあのドラマじゃないけど、うん、お帰りなさいって、それが人生だと思う。本当ですか。だからそれは俺なかったから、はい、憧れもあるけど、うん、だけどしょうがないだろうな俺だと、な絶対に、うん、バツイチでしょって大抵言われるんだもんこの頃だから俺結婚したことないで、ね、って言うから絶対にあなただって言うこと聞かないでしょみたいな。あそうですね。いや結構従うよ女性には。いやいや、あなたには聞かん、あんたと夫婦になったらいや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 、だったらそれでも聞くと思うよ。俺結構優しいもん。へえ、まあ、絶対家帰ってこないですよね。でも帰るよ若いうちは特にキスしたいもんそれ。いやいや、なんすかそれ夜の時間なら、もういいやそれ。何の話してるんすか、もうちょっと。だからどうしてなったか、まあ、なりたかったの ね、うん、そうですね。来週今まで一番嬉しかった仕事いきなり聞くからも、はい、あ、わかりました。これやめてよ、アルバイトの話とか。いやいや、芸能の話よ。仕事 で芸能の仕事ですよね、うんうん、まあまあまあ今やってることとかやめてよ。こうなりたなんですけど、ゆきさんね、また来週って形になるんですけど、はい、来週は13日土曜日55回目と綺麗な数字だな、ね、そんな形で今月のマンスリーゲストはモノマネ芸人なんの今、モノマネ芸人の美代子さんに来ていただいて、あと3週あります。ゆっくり聞こう、丸裸の中にしたいなって顔なんですからね。そんな形でよろしくお願いいたします。またおやすみなさい。グッドナイト。グッドナイト。